皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は僕の手癖ということで、4和音のコードワークを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。以前アップロードした高いギターと安いギターの比較動画で使っていたフレーズなんですけれども、教えてほしいというリクエストが多かったので、ちょっと解説してみようかなという感じで紹介させていただきます。よかったらコピーをしてみてくださいませ。それではまず、ギターを用意していただく前に、紙とペンを用意していただいてもよろしいでしょうか。紙とペンです。紙とペン。書くものと書かれるものを用意してください。で、ちょっと数字をメモしていってほしいんです。例えば、一番最初のコードは、1×2×2×1×なんていうコードなんですけれども、ちょっと書いてもらっていいですか。縦に書いていきます。下からでも上からでもいいんですけれども、下からにしましょうか。6弦側から、1×2×2×1×という感じです。で、押さえ方としては、6弦が1フレット、で5弦は×なので押さえない。で、4弦は2フレット、3弦は2フレット、2弦は1フレット、で1弦は鳴らさない。こんな感じでちょっとメモをしていってくださいませ。準備はよろしいでしょうか。ちょっと待ってくれという方は、1回ビデオを一時停止して、紙とペンを用意してください。それでは。白いカーペットに黒いインクがついてもうた。いきましょう。6弦がかりいきます。1×2×2×1×これが1個目のコードです。で、2個目のコードは、6弦が×です。×5×3×5×6×これが2個目のコード。3つ目のコードは×3×3×3×3×4つ目が×3×2×3×3×こんな感じです。で、ちょっとここからしばらく繰り返すんですけれども、どうしようかな。5×5×5×3×とかにしましょうか。で、この後に、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、5×3×5×6×で、×3×3×3×で、×3×2×3×3×こんな感じです。これが最初のセクションという感じですね。ちょっと弾いてみましょうか。キャップが飛んでいってしまった。弾いてみますとこんな感じです。で、いつも通り画面ドンズババババーンと、ちょっとピクチャーインピクチャーもしながら、画面ドンズババババーンと、ちょっと手元も大きく見せしながらやってみましょうか。いきます。まず最初。こんな感じ。5弦の音は人差し指の腹でこのミュートをしながら弾いていきましょう。で、ピックでこの1弦は弾かないように気をつけて、コードを弾いていきます。コードネームとしては F メジャーセブンスです。F メジャーセブンス。で、2つ目のコード、ちょっと指を広げなければいけないんですけれども、こんな感じの押さえ方ですね。で、その次、3333。人差し指でルートに行って、この3本指でこう押さえるスタイルでもいいですし、中指でルートに行って、薬指1本で押さえたり、もしくは親指でルートを押さえて、人差し指とか中指で押さえる。いろんなやり方がありますけれども、どのやり方でも OK です。僕はいろいろな押さえ方をしますけれども、この流れだったら、この行動の流れだったら、6弦のルートが中指でいくかなという感じです。でも、これはもうご自由です。お好きな運指でやってみてください。で、その次。6弦がバッテンで、3233。こんな感じです。で、その次行ってみますと、5×5×5×3。これも同じように、中指のお腹で5弦の音をミュートする。で、ここから繰り返しです。なんとなくできましたでしょうか。コードネームも気になる方は、一緒にコードネームもメモしてみてください。最初は F メジャーセブンス。F 大文字の M セブンスです。で、その次は D マイナーセブンス。その次は G マイナーセブンス。これは C ナインス。で、これは A マイナーセブンス、イレブンス。で、ここは同じですね。D マイナーセブンスと G マイナーセブンスと C ナインス。こんな感じです。で、このまま同じような感じで繰り返していって、2周目のときには、なんだろう、これ。6弦から5×5×6×
354354で、×こんなコードが入るみたいです。これは F7onA かな ?F7onA。まあ、そんな感じのコードネームです。まあ、別にコードネームは覚えなくてもいいので、まあ、押さえるところだけまず最初に覚えてしまいましょう。で、これをいい感じで弾いていきます。いい感じって。関してはまた後で詳しく説明させていただきますので、ちょっとこのメモをしておいてくださいませ。どこを押さえるべきなのかをメモしておいてください。細かい弾き方に関しては後ほど説明をさせていただきます。どうでしょうか。なんかちょっと難しいですかね。4和音なので、まあ、基本的にその4本の指をもうすごいフルに使って、それぞれのコードを押さえていくんですけれども、まあ、今まで A とか C とか、 なんか E とか D とか、そういったこうシンプルなオープンコードしか弾いたことがないという方にとっては結構まあ難しいかなと思います。けど、まあ、形に慣れてしまえば、普通のこういう C とか D とか E とかと同じような感覚で抑えられるようになるので、まあ、慣れないうちは頑張って左手にコードを締め込ませるように頑張ってやってみていただければという感じでございます。慣れです。慣れです。繰り返しでカバーです。で、次のセクションに行ってみますと、また同じようにメモしてください。6弦から6×7×7×6×。で、その次は6×5×5×5×。で、その次が5×5×5×。そして×5×3×5×6×。3×3×3×3×。×3×2×3×3×。で、×2×2×1×。で、×3×3×3×1×。で、この辺に半音と書いておいてください。次は半音と書いておいてください。で、次の段に行きますと、×6×6×4×。これだから、×6×5×6××。で、その次が6弦から4×5×5×4×。で、その次が×4×3×5×4×。で、×3×3×3×1×。で、グッと上のほうに行きましょう。8からスタートしてみましょうか。8×8×7×6×。8×8×6×5×。こんな感じです。ちょっと弾いてみましょうか。で、こっちにつながると。こんな感じになるイメージです。で、また最初のあれを繰り返して、最初に書いた一覧みたいなのを繰り返して、まあ、終わりという感じでしょうか。では、詳しい弾き方といいますか、そのどんな感じでピッキングしていけばいいかという話になるんですけれども、1拍目はそのちょっとこの低音弦側だけを弾いて、このベース音だけブーンと出すような感じで弾いていきます。で、その次、ドンドといったら、コード成分をキュッと弾いてあげる。で、このコードを弾いたときに、その指をすぐにこの離してあげて、このスタッカートをつけてあげるわけですね。そうすると、この
ターカートにはちょっとこの跳ねた感じになるので、コード成分のところはちょっとこうスターカートをつけながら弾いてみてください。で、少し難しくなるんですけれども、余裕があるという方は、コードを弾くときに軽くブリッジメイト気味に弾くと、あんまり音が飛び跳ねなくていいかなと思います。ブリッジメイトしないと、こんな感じで音が飛び跳ねてしまうので、ベースを弾くときも軽く。ブリッジメイトをかけてあげると良いかなという感じです。ちょっとゆっくりやってみます。さっきの一覧からいきましょう。F メジャーセブンですから。ズンズーと言って、パッとコードを弾いた後に2回ピッキングをするんですけれども、その2回のピッキングは結構どこでもいいです。何でもいいので適当に鳴らしましょう。ズンズー、テントドデンデテ、サムシン、ズンズー、コードサムシング。ドンド、パッ、サムシング、ドンズー、コードサムシング、デン。まあ、こんな感じで開放弦とかでもいいですし。もし、さらに余裕があるぞと、もうちょっといろいろできるぞという方は、ちょっとベースを変えながらやってみたりとかすると面白いかなと思います。例えば、最初の F メジャーセブンスから、この Dm に移るとき、ズンズダンと弾いた後にサムシングが2つ入るんですけれども、そのサムシングを次のコードの2フレット下から攻めていく。ズンズダン、1、2、着地。ズンズダン、1、2、着地する感じですか。もしくは、次のこの Dm から Gm に行くときだったら、上から、2フレット上から、ズンズン着地なんていう感じで弾いてみるとか、上から、ワン、ツー、着地、ズンズン着地。こんな感じで、その2フレット、下からでもいいですし、上からでもいいですし、どっちでもいいですよ。もう好きな方からちょっとこうやってみると良いかなと思います。ちょっと適当にやってみるとすると、次は下から、で、上から、上から、下から、で、上から、上から、で、ちょっとこの Gb7 とかも入れて、違うコードが入ってしまいましたけれども、まあ、そこは余裕があったら少しメコピー、ミコピーをしてみてくださいませ。とりあえず、まあ、ざっくりお話をさせていただきますと、まあ、以上のような
感じです。それぞれメモしていただいたと思うので、まずは形を覚えるところからスタートして、で形が覚えられたら、きれいに音を鳴らせるように練習すると。で、きれいに音が鳴らせるようになってきたら、ピッキングとかにも気を配って、さらにそれもできるようになってきたら、このベース音。ブンブンブン、ブン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 みたいな、こういうのも入れてみたりとかして遊んでいくという感じでしょうか。まあ、そこまで到達するのに結構な練習量が必要になるかと思うんですが、まあ、皆さんもできる範囲でチャレンジしてみていただけると幸いでございます。で最後にちょっとおまけで、そのコードの話もさせていただきますと、これは B フラット、別に覚えなくていいやという人は、別にもうこれから見なくてもいいです。コードネームも気になるよという方は、ちょっとコードネームもメモしてみてくださいませ。1個目のコードは、これは B フラットメジャーセブンスです。で、次はこれは C オン B フラットですね。C オン B フラット。で、これが A マイナーセブンス。で、これが D マイナーセブンス。で、G マイナーセブンス。で、C ラインスが来て、F メジャーセブンスがあって、で、これは G マイナーセブンス、イレブンスという感じです。で、これは、違うな。B フラット、マイナーセブンス、イレブンス。で、これが E フラット、ナインス。で、これが A フラット、メジャーセブンス。で、次が D フラット、メジャーナインス。で、これが G マイナーセブンスのイレブンス。で、これが何だろう。B フラットオン C と、これは何でしょう ?C セブンス。フラットナインスですね。フラットナインス。フラットナインスです。C セブンスフラットナインス。こんな感じのコードデムになっておりました。まあ、興味があったら、コードネームも覚えていただいて、なんでこういう名前になるのかみたいなことをアナライズすると、いろいろ勉強になるかなと思います。それでは、ちょっとこれは長くなりましたけれども、以上でございました。ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。それでは、違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。